皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・ベルセリア実況プレイのパート5やっていきたいと思います。さて、脱獄ですね。やっていきましょう。何あれ、あれは特殊な霊力の塊、ある精霊一族の魂のようなものです。3年前の降臨の日以来世界中に出現しました。降臨の日、あの夜のヨハの、集めておけばその精霊一族の協力を得られるかもしれません。信じろって？強制するつもりはありません。どうするかはあなたが決めてください。とりあえず拾っておくわ。使えるもの何でも利用する。はい、そうでなければあの方は殺せないでしょう。あの可愛らしい女の子が3年でこんなにクールな、なんていうか、まあ冷めちゃったって言ってもいいのかもしれないな。まあ無理もないけどさ。てか光の、まあこれもだけどもさ、空中に浮いてる弾、精霊の魂って言ったっけか、は、まあ一応視界に入ったら集めておきましょうか。警備が来ます。数は2人。こっち聞いたか、島の外周道が立ち入り禁止になった。地盤が緩んで崩落の危険があるらしい。監視塔の下を通る道か。もともと観光だし問題はあるな。港をつなぐ近道だったんだろうな。港をつなぐ外周道、監視塔の下。警備兵が数名所在不明になった。何者かが島に入り込んだらしい。全大魔者は2体に分かれ、表門と裏門に集合せよ。了解。これで袋のネズミですね。油断はするな、賊がネズミとは限らん。はっ。さすがに手強いですね。ならこっちも戦力を揃える。牢獄はどこ？この階にあるはずですが、囚人たちを巻き込むのですか？そうよ、利用できるものは利用する。なるほど。こっちは、あ、開くんだ。いけるんだね。でもとりあえずあっちから行こうか。星マークもついてるし、この階にある牢獄へ向かおうって書いてるもんね。他には、ないか。じゃあこっちだ。おお、正面から。なんだ貴様らは。バトルチュートリアル。R1 を長押しすることで戦闘時間を停止してターゲットの情報を確認できます。 R1 を押したままスティックでターゲットを切り替えることもできます。 R1 を短く押すことで正面で最も近い敵にターゲットを切り替えることもできます。これね、 OK。 A 兵の方が強そうだけど、 A 兵の方が HP 低い。まあいいや。よし、やれやれ。
ゴーマもいるじゃん。聞け、今から檻を開ける。全員でこの島を出る。マジかよ。二手に分かれて表門と裏門へ向かえ。門を突破すれば船が手に入る。でも大魔師が守ってるんだろ。ここから生きて出られたのはバン・アイフリードって海賊だけなんだぜ。出た、アイフリード。奴だってメルキオルとかいうジジイ大魔師が連れ出したんだ。自力で出たわけじゃねえ。海賊アイフリード、メルキオル。強制はしない。この檻の中で生きたい奴は残ればいい。俺はやるぜ。どんな目が出ようが、やってやれ。今より帰って家族に会うんだ。俺もだ。おう、開けろ姉ちゃん。悪党にはちょうどいいぜ。まずい餌にも飽きたしな。シアリーズ。とんでもね、連中全部解き放っちゃうよ。まあ今は手段を選んでられないか。大魔女を殺せ。他の牢も開けろ。これで警備の目はあいつらに集まる。こっちは監視塔を探すわよ。塔から外周道に降りて港に抜ける。共に戦うのではないのですね。言ったでしょ、利用するって。なるほど。よし、一応牢の中を少し見てもいこうかな。おっと、ほらね、やっぱこういうところに置いてあるんだわ。よしよし、きちんとアイテムはね、隅々まで回収していこう。何に使うんだろうね。まさかドラクエの小さなメダルみたいな要素じゃあるまいしね。まあいずれね、使う場面が出るかもしれないからしっかり詰めとこう。バトルブーツで、バトル装備ってもうやってなかったっけか。バトルブーツ、あ、スキルが違う。 HP プラス30、ありがたい。おっ、ゴムが普通に、なんかそういうのちょっと面白いな。とは何かないかな。おっ、よしよし。ん、あんたは逃げないの。大魔師たちを甘く見るな。みんな犬死に、いや、ご無事にだ。ここを管理してる清涼とやらはそんなにすごいって。すごいどころじゃねえ。大魔師たちの清涼は今やミッドガンド王国と一体になって世界を牛耳る組織。ゴーマになっちまった人間は容赦なく狩られる。逆らうのは世界を敵に回すのと同じことだぜ。その頂点に立つのはあいつか。ここに捕まったのは運が良かった方さ。化け物になっちまったが命はあるんだからな。私の餌になるまでは、ね、情報提供どうも。万一ここを脱出できてもシャバには強力な精霊を従えた大魔師が何千人も待ってる。助かる道なんて絶対にないぞ。そんな道なんて求めてないわ。アルトリウスを殺せればそれでいい。うん、ゴーマになっても一応感情は残っている場合もあるんだ。なんでまあ見た目はね、おっかないから恐れられてしまうかもしれないけれども、話せばわかるやつもいる、中にはいるっていうことだね。いやはや、詫び物しかえん。お、うん、なんじゃの主らは。やっと安眠しとるわしを起こしよってからに。まさに極楽から地獄と
思ったらマジ牢獄じゃし。この切なさ、わかるじゃろ？あなたは…よう聞いた！自分で言うのも嬉しいが、わしこそは発光視界を股にかけ、ドラゴンも笑う大魔法使い！その名も、マジギギカミルディンドディンノルルンドゥ、略してマギルーと覚えよけい！マギル？名前覚えられんかった。違う！隣の客はよくかき食う客だの、かき食うのアクセントでマギルーじゃ。各力説しても分かり合えぬ人とは悲しいものじゃって。テンション高えな。どうでもいいかな。スルー。なるほどね。背後を取られた。あいつはやはりここは特別監獄。囚人一人とて油断はできませんね。大魔法使いと名乗っていましたが、あいつ精霊を刺激してた。いいえ、精霊の気配はありませんでした。ただの人間のはずです。なら魔法使いじゃなくて奇術師ね。次に仕掛けてきたら種ごと潰す。それで終わりよ。いや、俺はあれなんかパッと見人間じゃないように見えたけどな。耳尖ってたしね。一応こっち一回通ったけども、一応多分エリア移動のマークが白くなってたんで、エリア移動はできないんだろうけど、あ、いいのか。あ、いいんだいいんだ、赤くなってたんだ。勘違い勘違い。よし、そしたら先へ進みましょう。監視塔を目指すんだってか。よしよし。ボイドリング無属性根気軽減か。お、術攻撃プラス、これはいいな。よし、じゃあ一度セーブ。やり合ったのか。はあ、新手か。ん、このものはゴーマ。ゴーマ来る。見切れた。おっと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 、どうやら人間じゃないようだな。あんたもね。違いない。ちょろい。行きません。ちょろい。見切れるか。捕らえられまい。そこや。ちょろい。見切れるか。捕らえられまい。はぶた。そこや。ちょろい。見切れた。交換。どうした。あいつも強いな。これ式で刃こぼれするか。大魔師のナイフも生クラだな。早くゴーランを取り返さないと。ゴーラン、あのたちの。ゴーランを見たのか。どこで。頼む、教えてくれ。地下の倉庫みたいな部屋。地下だな、かたじけない。あ、苦しやっちゃった。変なゴーラン。騒ぎが収まったら隙はなくなる。急ぐわよ。お、急所狙いの魔風章。スナイプチャージが付与される。
防御の継続によりチャージ能力が付加されます。なるほどね、OK。防御してる時間も有効活用しなさいと。まさかあのゴーマは何？いえ、あの剣士のゴーマに少し驚いただけです。ものすごい殺気だったのに、太刀の話が出た途端別人のようになったものですから。真面目に考えても仕方ないでしょ、ゴーマのことなんか。それにしても風変わりな囚人ばかりですね。あなたのことでは。別にいいわ、精霊なんかにどう思われようとね。一応こっち側から見ていってみようかな。あ、通れねえんだ。今のうちに監視塔を探すわよ。でもああいう風にマップが広がっているっていうことは、今後ここにまた来ることになるのかもしれないな。よし、準備はいいわね。獣人。効果点。釣りをそこや。そこや。メロイ。効果点。そこや。メロイ。は。竜作よ。そこや。メロイ。はぶた。そこや。メロイ。は。まだ効果点。そこや。メロイ。はぶた。そこや。メロイ。済みましたね。急ぎましょう。お、飛炎連結。脱出が先か。攻撃やステップは現在のソウル数に等しい数だけ連携して出動することができ、湿気を軽減できます。飛炎連結を覚えました。あ、こう飛炎連結になった。あ、こう基本消すと勝手にこの辺変わるんだ。なるほどね、基本の連携がちゃんとあるんだね。じゃあこうしておこう。取れない。この部屋と何もねえよな。ねえな、よし、行こう。監視塔はこの先のはずです。ここか？あ、ここだ。持ってか。王道をほぼ鎮圧した。お前も逃がさん。へい。おお。いいね。いいね、飛炎連結いいね。よっしゃ。すべて済みました。囚人たちはもう時間がない。この塔から外周道に出るわよ。よしよし。バツボタンのコンボはあれかな、奥義系のコンボにしようかな。まあ途中でボタンを押し直したりとかねしてもいいんだろうけど、まあもうちょっと慣れたらね、いろいろコンボを組んだりとかね考えていきます。けーなー、道が崩れてしまっている。これではロープも役には。まさかいくらあなたでも。あの子が落とされた祠ほどじゃない。
おお。すげえな。あなたはこれほど。強いのですね。まるで制約のよう。自身の言動に枷をかけて特別な力を得る意識のことです。厳しい枷で縛るほど強い力が手に入る。その誓いはある意味呪いね。それをかけたのはあんたたちでしょう。分かっています。だからこそあなたを、シアリーズはベルベットのことをどうしたいんだろう。お、敵がいた。一気に片付ける。ティエンレイキャス、呪い。ティエンレイキャス、呪い。よいしょ。やはり火がよく効くな。行くわよ。よし、じゃあ今回はここでセーブして終了します。これからちょっとね、パート1の動画も編集してアップしないといけないんだけどね、いつになったらオープニング流れるの？流れなければね、うまくカットで入れるわ。編集してね。さて、こっからどうするのかな？薬草だ。あ、パラメータアップね。まあ、いずれ使うかもしれませんし、使わないかもしれませんし。表の港に出てしまいますが、侵入を察知された以上、あんたの船は見つかったと考えるべき。ここは裏を変えて。あ、なんで先に進んだ。いや、一回ここで区切ります。では、テイルズ・オブ・ベルセリア実況プレイのパート5、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。めちゃめちゃ神々。